エドワード・ジョーン・スミスはイギリスの船長。一般には1912年に沈没した豪華客船タイタニックの船長として知られている。イギリス・スタッフ,フォードシャーのリッチフィールドには彼の像が建てられている。1850年1月27日、イングランド中部のハンリーで陶芸家の父エドワードと母キャサリンとの間に生まれた。エトロリア・ブリティッシュ・スクールに通った後、 13歳の時にリバプールで船舶の仕事に就き、後にギブソンカンパニー社に入った。1887年7月12日、サラエルのアペニントンと結婚した。1898年には娘ヘレンが誕生。一家はサウサンプトンの赤レンガの家に住み、ウッドヘッドと呼んでいた。ヘレンによるとスミスは葉巻とその煙を愛しており、 葉巻の煙が作る輪を乱されたくなかったため、葉巻を吸っている間は書斎に誰も入れさせなかったという。1880年3月、ホワイトスターライン社に移り、セルティックの四島公開士となった。その後、会社のオーストラリア航路やニューヨーク航路に勤務し、柴叩く間に昇進を重ねていった。1887年、蒸気船リパブリックの船長となり、 翌1888年には特別船長資格を取得、また英国海軍予備役隊員となった。これは戦争の際にはスミスとスミスの船が英国海軍のものとして活動することを求められ得ることを意味していた。英国海軍艦隊の船長であったため他の商船がレッドエンサインの権利を与えられていたところ、スミスにはブルーエンサインを掲げる権利が与えられていた。 1895年から9年間、スミスは客船マジェスティックの船長を務めた。1899年に第二次防和戦争が始まると、マジェスティックと共にケープ植民地で軍隊の輸送に当たった。南アフリカへの2回の航海は無事故で、スミスは1903年にエドワード7世からトランスポートメダルを授かり、スミスは 安全な船長という評価を受けることとなった。ただし、以後の航海においては3度の座礁、3度の船内火災が起き、決して無事故ではなかった。スミスの格付けが上がるにつれて、乗客や乗組員から穏やかで華麗であると評価を得るようになっていった。1904年、他のすべての船長から報告を受ける立場の専任船長となった。乗客の中には、 大西洋を横断する際には、スミスの船を選ぶ者もいた。また、イギリスの上流階級から、自分たちの乗る船の船長をスミスにする、洋普段から要望があったことから、大富豪たちの船長として知られるようになった。千人船長になってからは、スミスが新造船の所女航海で舵を取ることが、定例となっていた。1904年、当時世界最大であった。 ホワイトスターライン社の客船バルチックの船長となった。6月29日にリバプールを経ったバルチックの諸女公海ではニューヨークまで何の事故も発生しなかった。その3年後の1907年、再び大型客船アドリアティックを任せられ、この諸女公海でも事故は発生しなかった。アドリアティックの船長時代、スミスは予備艦隊から 例年金属表彰を受けるとともに中佐に昇進した。スミスは世界で最も経験豊かな船長の一人という名声を築き上げていた。そこで再び当時世界最大の船となるオリンピック急客船のネームシップ、オリンピックの最初の船長として壊れることとなった。リバプールからニューヨークに向けての処女公開は1911年6月21日に 無事終了した。しかし、ニューヨーク港に接岸する際、その後の事件を予感させるような事故が発生している。水先人によって59番桟橋に接岸する際、オリンピックは12隻のタグボートのうち1隻を、右元スクリューが発生させた交流によって、衝突させてしまっている。タグボートは反転し、巨大な船体に衝突した。1911年9月20日、 オリンピックは初めて大きな事故を起こした。イギリス海軍の防護巡洋艦ホークと衝突し、ホークは船首を破損した。この事故で、オリンピックの防水区画のうち二つが破壊され、プロペラシャフト一つが折れ曲がったが、自力でサウサンプトン港に戻ることができた。事故調査に際して、海軍側は事故の原因がオリンピックにあるとして訴えた。すなわちオリンピックが巨大であったため、 スクリューの吸引力により、ホークが引き込まれたというものであった。この事故の最中、ブリッジにはスミスがいた。この事故は、ホワイトスターライン社にとって、経済的な痛手となり、大型船にとって営業できない時期というのはさらに、事態を悪いものにした。オリンピックは、ベルファストに戻り、その修理を急ぐこととなった。これにより、ハーランド・ンドウルフは、 タイタニックのプロペラシャフトの一つをオリンピックに使い、タイタニックの完成を遅らせざるを得なくなった。1912年2月、会場に戻ったオリンピックだが、プロペラブレードを破損し、再びドックに戻って、応急修理を行うこととなった。オリンピックを直ちに運行できるようにするため、ハーランド・ンド・ウルフはそちらに力を注ぐことになり、 タイタニックの諸女公会は3月20日から4月10日に延期となった。それまでのトラブルにもかかわらず、タイタニックがサウサンプトンから諸女公会に立つ際にスミスは船長として再び任命された。62歳となったスミスがタイタニックの諸女公会を最後に引退するということが決まっていたという説があるが、 1912年4月9日のハリファックスモーニングクロニクルには、スミスがタイタニックを会社がより大きく、より豪華な機船を完成させるまで担当し続けると伝えている。4月10日、スミスは街頭に山工房という服装で自宅からタクシーでサウサンプトン港に向かい、午前7時にタイタニックに乗り込んだ。12時の出発後、港に停船されていた。 シティオブニューヨークがタイタニックが通過する際のスクリューの水流に巻き込まれ、軽流具が外れてタイタニックに向かってしまった。スミスの迅速な行動により衝突は回避され、タイタニックの処女航海があっという間に終わることは避けられた。しかし4月14日の23時40分、タイタニックは北、大西洋で氷山に衝突した。船は2時間40分後に沈没し、 約1500人が命を落とした。スミスもまた亡くなった者の,の一人であった。タイタニックが沈んだ際、スミスがどのように亡くなったのかは諸説がある。遺体回収の際、スミスの遺体は発見されておらず、生存説もある。数人の生存者たちは救命胴衣を身につけ海中にいるスミスを目撃したと証言している。一方で、オープングリッジに浸水が及ぶ中、 操舵室にいるスミスを見たという証言もある。ロバート・バラードのタイタニック発見では、沈没の10分前に当たる午前2時13分に、スミスがブリッジに入っていったとしている。この説は1997年の映画タイタニックでも採用されている。しかしこの他にも、エーデッキプロムナードまで戻ったスミスが、その直後に窓が割れて、 船内の大階段に向けて吸い込まれていくのを見たという証言もある。タイタニックは4月14日の23時40分ごろ、氷山に衝突したが、翌日の2時23分まで沈まなかった。このことは、スミスの死亡日が1912年4月15日であることを裏付けている。最初に映画でスミスを演じた俳優は、1943年の ドイツのプロパガンダ映画、タイタニックでのオットオベルニッケである。1953年には映画、タイタニックの最後でブライアン・エイ・ハーンが演じた。その後も、ローレンス・ナイ・スミス、ハリー・アンドリュース、ジョージ・シー・スコットなどが演じてきた。スミスが登場した直近の作品は、バーナード・ヒルが演じた1997年のタイタニックである。この作品では、 スミスの最後の場面として下船しようとする乗組員の手を断って一人ブリッジにこもり、ブリッジが水中に没し,して水圧に耐えきれず、割れた窓から水が入り込んでいく光景を描いている。この他スミスをテレビで演じた人物として、1966年のテレビ映画タイムトンネルでのマイケル・レニーがいる。ただし、この時はなぜかエンディングクレジットで、 マルコム・スミスとクレジットされている。また、日本のミュージカル版では、宝田明も、スミス船長を演じている。smithinformationatitanic-titanic.com。ありがとうございます。